はい、こんにちは、こんばんは。ベンジャミンナムです。よろしくお願いします。今日はですね、こちらです。ドン！息子氏にね、PC をちょっと上げたいなと思って、新しいの。改造してあげたいなと思って、息子の PC を。もう改造っていうかね、総特価ですね。はい、はっきり言って。そんで、そのパーツがね、こちらになるんですよ。ドン！こちらに変えてあげたいなと思って、息子の PC を新しく。今ね、中1なんですが、うちの息子。今度、中2になりますのでね。新旧祝いってことでね、ちょっと PC を変えてあげたいなぁと思って、はい、今回ちょっと動画にしとこうと思いました。そんでね、今回のね、こちらパーツからまず紹介するんですけど、まずね、一番変わること、インテル。こちら、i5-2600KF。こちらにしてあげようと思って。そんでね、こちらにしたいのは、もうインテル、たまには使ってみたいなってことで。やっぱり私ね、コスパの人なんで、コスパ。っていうかね、まあ、お金ないんで、低価格。そうすると、やっぱしね、こっち行っちゃうんですよ。ドン！これ、もともと息子これだったんですよ。Ryzen 7 5700X。これだったんだけど、これね、安いんだよね、この CPU は。あと、マザーボードも安いしね、Ryzen で組むと。だから、Ryzen にしてたんだけど、なんか、たまにはインテルもいいんじゃないみたいな感じで、今回ね、こちらにしようと思って。でね、こちらとこちらってね、そんなに変わんないんですよ、これ。この二つって。若干こっちの方がいいかなってぐらいだよね。確か。でも消費電力はこっちの方があるから、きっとね、こっちの方がいいんだよね。で、これさ、12世代じゃん。これさ、14世代とかならもっといいんだろうけど、ちょっとこれしか買えなかったんで、ちょっとこれ買いました。これがね、3万しないぐらいですね、今。中古で。これ中古で買いました。はい。動作確認品の中古です。動作未確認じゃないですよ。動作してる中古で買いました。はい。ね、インテルにしようってことで。そしてですね、メモリーはこちらですね。ダン！白くて光るメモリー DDR4。16GB×2枚の 32GB。で、3200mHz のスピードのやつですね。綺麗かなと思ってこれ。これ買いました。これが1万ぐらいじゃないこれ。で、次がですね、こちらですね。マザーボードこれにしました。ダン！ MSI Pro B760MA DDR4。こちらにしました。こちらね、B760。でして、ってことはね、12世代もつきますんで、13世代と12世代ですね。13世代からいきなり OK ってやつです。12世代の CPU なんで、こちらね、楽勝でつきます。はい。相性抜群です。で、こちらにした理由は、これね、白でも似合うって書いてあったんですよ。これ Amazon で買ったんですけど、Amazon でね、13,500円ぐらいで、なんか、いろんなポイントとかあったんで、結局11,000円ぐらいで買えたんですけど、まあ、これ何でもいいです。そんで、マイクロ ATX が良かったんですよ。そういう PC ケースにしようと思ったんで。だから M。何でも良かったです。小さくて。マイクロ ATX 規格の DDR4 を使って、白がなるべく似合うようなマザーボードで低価格。なら何でも良かった。そんでこれにした感じです。何でも良かった、これは。これはまあ買えるの買ったって感じです。もっと欲しいのあったけどね、いいやつね。まあこれでいいかなって感じ。で、次はこちらですね。まあ一番大事だよね、今ね。パソコン組むのにあたって。グラフィックボード。もうこちらから大体選択してくるしかないんじゃないかっていうぐらいね。まずグラボを選んでからいろんなものを選ぶじゃないかっていうぐらいグラフィックボードって大事ですよね。値段も一番ウェイトを占めてきますしね。こちら、GeForce RTX の 4060GB のやつ。エアロってやつですね。これ白。白基調のやつ。これもね、白基調にしました。ちょっと白い PC ケースにしたかったんで、白基調で今回まとめてみました。白で、ってことから考えたんですよ。グラボ後でしたね、私の場合は。そんなこと言いながら。まずはね、CPU 買っちゃったんで、まず CPU からでしたね。スタートは。スタートはこいつからです。こいつを買って、ちょっとね、新しく出たいい白いマイクロ ATX 規格の PC ケースに入れたかったんで、白にしようと思って、こちらを買った感じです。4060にしたのっていうのは、何でもよかったんですけど、RX のね、7600とかも考えたんですけど、白のスティールレジェンドのやつとかかっこいいじゃないですか。でもまあ、とりあえず、初心に戻って、GeForce、NVIDIA の買おうかなと思って、本当は4070とか良かったんですけど、高いんですよね。10万ぐらいしちゃうんですよ。4070K になっちゃうと。8万、9万、10万。で、4060Ti とかにするとまあ、5、6万、7万ぐらい。でもまあ、お金ないしね。とりあえず、これでいいかってことでこれにしました。こちらも中古です。そんな高くなったよ、これ。中古で。4万ぐらい。4号ぐらいか。で、いくらかっていうと全部でね、こいつが1万ぐらいじゃん。で、これ4号として5号。で、これが3万ぐらい。
8万5千円で、こちらが1万ちょっと、8万5千円、9万高っけ。結構しちゃうね、これで9万ぐらいしちゃうわ。しちゃうよね。もう一回計算させて。これは4万5千円、これが1万として5万5千円、3万として8万5千円、これが1万として9万5千のちょっとするから9万7千円ぐらいだ、これで。結構するね。ちょっとびっくり。それを息子にあげる感じですよ。進級ってことでね、中2になるんで。そしたらね、組んでいきます、ね。まあ、こんな感じでパーツを選んだってことです、今回。で、これ白基調にしたかったからこの値段になったけど、別に黒でいいとか、一番最低レベル。4060にしても、マザーボードにしても。そしたらマイナス2万ぐらいで多分いけると思うんですよ。メモリーもね、こんな別に光らないやつでいいっていうなら。マイナスね、2.5 万から3万ぐらいで作れるかもしれませんので、はい。それでもいいじゃないかと思います。私はちょっとね、これでちょっと組んでいきたいと思いますんで。で、今回は、PC ケースには別に入れないで、こちらを、ちょっと仮組みして、どのくらいのね、CPU のベンチ、ゲームのベンチ、で、実ゲームどんぐらいでできるのかっていうのをね、ウォーとか言いながら見ていきたいと思います。はい。それではいきますんで、仮組んでいきます。ぷよ。はい。そしたらね、仮組んでいきましょう。まずね、静電気、放電してください。この鉄に触ればもう OK です。手袋なんていりません。俺はね、まずマザーボード、こちらを開けていこう。保証書。これ大事ね。これ大事。やっぱしね、1万円ぐらいのマザーボードなんで、大した高級感はありませんね。こんな感じ。まあ銀だから、ここが白に合うって書いてあったんだけど、そんなこともねえな。別に特別これが白に合うって気がしませんね、全く。まあいいです、はい、こちらを乗っけてきます。はい。そしたらですね、ゆっくりちょっとマザーボード見てみましょうか。こちらが私が買ったね、 MSI Pro B760M A DDR4ってやつですね。こちらのマザーボードです。 M っていうのはマイクロ ATX、 A っていうのが多分ね、 Amazon なんですよね。で、 MSI と。で、こちらね、 MSI なんだけど、あれがないね、ドラゴンがないマザーボードとなってます。で、なんかね、俺ね、一周回ってドラゴン好きなんで、 MSI さんね、結構ドラゴン私好きなんで、はい、ドラゴン好きです。で、こちら面白いのがこっち見てください。インターフェースなんですけど、映像出力が4個ついてるんですよ、ノーマルで。要はこちら今回ね、F 付きなんで映像の出力ないんですけど、映像の出力がある CPU をつけると、グラフィックボードからじゃなくて CPU からいきなり4画面が撮れます。面白いよね。で、USB は 1,2,3,4,5,6 個。で、LAN があるって感じ。で、BIOS のフラッシュとかないですね。高級なマザーボードじゃないので。そんで、これね、残念な点が、これですね。IO パネル。が銀色っていうのちょっと嫌じゃないですか。これほんとしけるよね。これでも安物のマザーってなっちゃうじゃん。これなんとかしてほしくない？安物のマザーでも。かさ、これの交換品とかあってほしくない？プラスいくらか出すと自分でこれ買えるみたいなのとかあるとすごい助かるんだけどね。なんかこれ銀だとマジ萎えますよね。SATAのケーブルが1個。1個なんだね。また面白いね。で、こちらですね。M.2 のビスト。ごくごく普通の作りとなっちゃいます。で、メモリーが4個ついて、カタラッチが4個ついてると。M.2 が1個、2個つくね。そんで、PCIe っていうのが2個あります。こちら電源が8プラ4。これ最近のまだこうだよね。8と4があるよね。実は8だけでもこれいいんだよ。動くって別に。これどっちでもいいんじゃない？ね。月々。って感じですかね。USB3.0 が2個あんのかもしれない。そんで、よくさ、これ、光らしたりするときさ、こういう、なんていうの、光るケーブルっていうか、これが1個ついてんじゃん。これがないマザーボードあるから気をつけて。そんで、ファンケーブルが1個で2個、3個か。4個か、1個、2個、3個、4個ありますね。ファンケーブル。CPU ファン入れてね。まあ、普通なんじゃない？普通。まあ、普通だと思います。こんな感じ、マザーボードは。で、これに CPU をね、つけてきます。CPU はこいつ。Intel i5-2600KF。LGA1700 ですね。これ LGA1700 なんで、これとっつけていきましょう。おお、綺麗。新品のマザーボードって。こちら CPU ですね。 i5-2600KF。 矢印だけ合わせてつけると。で、これ LGA1700 って
縦長なんで、なんかこれが強すぎちゃって、ここがこう歪むとか言うんだけど、別にあんまし僕は気にしません。そんでグリスですね。でも今回塗りません、別に。で次、メモリ、こちらつけてきます。光るやつね。これ光るメモリってね、俺ね実は初めてなんだよね。初めてなの。どこ光るんだろうね、光るメモリって。あ、別にケーブルとか何にもないんだね。これ刺せば光るんだね。面白くない？で、これはめていきまーす。だいたいね、こういうのは、24でいこうか、24で。なんかはめづらい、すっごい。で、メモリで結構、ギュッギュッってやっちゃって平気だからね。ギュッギュッってやっちゃって。かつこいい。光るんですか、あなた。かっこいいですね。で、3200なんで、DDR4 の。まあまあ早い。で、グラフィックオーダーこちらですね。GTX4060。ギガバイトの3連ファンのやつね。はい、こちら。かっこいい。なかなかかっこいい。こちらですよ。4060。かっこよくない？見て。じゃん。GeForce RTX。GTX じゃないね。ごめん。RTX ね。GeForce RTX4060 Aero ギガバイト。こんな感じ。裏。インターフェースこんな感じ。いいんじゃない？こっちはガチャッとはめていくと。こちらになりますよ。いや、かっこいい。かっこいいっす。はっきり言って。かっこいいっす。かっこいい。あー、これいいね。これで9万ですからね。これで9万円ですからね、皆さん。9万円ですよ。やばくないですか？かっこいいね、でも。うん。このエアロっていうのもなかなかなんか、はじめ青でなんかダセーかなと思ったけど、結構かっこいい。うん。ちょっとどんな感じかちょっとお見せしましょう。こんな感じですね。どうでしょうか。これがギガバイト。グラフィックボード。こんな感じよ。こんな感じ。これ。MSI、ギガバイト、コルセア、インテル。いいよね。なかなか。いいよね。はい。そしたら動かしていきましょう。でね、今回はちょっと CPU クーラーはね、AK400 で活かしてください。はい、AK400 の黒。それではね、動かしていきます。いくぞ。そしたら起動確認していきます。まずね、スイッチ入れます。はい。スイッチ入れました。マザーボードは光りませんね。これちょっと残念ポイントですね。マザーボード光った方がいいよね、LED で。電源が入ってるか入ってないか分かるからね、一発で。ちょっとそれは残念ポイントです。いきます。スイッチオン。それはまあ起動するしね。でメモリは光りましたね。はい、はい、来ました。起動しないわけがないんですけどね、全部起動するもんなんで。はい、 MSI の印来ましたね。とりあえずは起動確認 OK だね。分かってても嬉しいね。とりあえず組んでさ、ここまで起動するとね。あ、ここ光るっぽいね、エアロって。はい、Windows も起動してきたよ。はい、とりあえず起動してきた。Windows、OK。いいですね。とりあえずね、ドライバーをちょっと入れますんで、少々お待ちください。必ずね、グラフィックボードね、変えたらドライバー入れてください。これは絶対ですね。はい、ドライバー入れましたんで、それではね、CPU-Z から見ていきましょう。はい、CPU-Z、Intel Core i5 12600F。いいね、アルダレイク。125W。やーべ。結構熱々なんじゃないこれ。はい、そして LGA が1700。テクノロジーが10ナノミリメートル。でもこれ、Intel の10ナノミリメートルって結構ちっちゃいらしいよ。うん。なんか AMD 換算すると。なんかこれ換算値が違うらしいね。で、ほら、これ見て。P Core 6、E Core 4。の10コアの16スレッド。この P コア、E コアっていうのがね、いいっすね。で、マザーボードが、プロ B760MA ですね。で、DDR4。で、メモリ DDR4、32GB。で、グラフィックス RTX4060。OK。そしたら一応 GPU-Z を見てみましょうか。GPU-Z。はい、出ました。NVIDIA GeForce RTX の4060。テクノロジー5ナノミリメートルですね。NVIDIA の。NVIDIA ね。マジ株買えばよかった。もうそれだけ。なんで NVIDIA 買わなかったのか。4年ぐらい前にね。これ買ってればね、4年前にね。は
半端なかったですね。で GDDR6、ね、これになります。 GIGABYTE RTX4060 AIR OC ってやつだね。 GIGABYTE RTX4060 AIR OC、 これかっこいいよね。いやこれかっこいいかっこいい、このグラフィックボード。ちょっとわかんないですけどね、細かいところはね。これ8なんだね、ビデオメモリが 8GB。 これが12とかあればね、もっと最高なんですけど、まあしゃあないですね。で 128bit、 これちっちゃいよね。ちょっともっと 128bit ってね、256とかあってもいいようなもんですけどね、よくわかりませんね、そんなの。 OK です。そしたらシネベンチの R15 見ていきましょう。なんで R15 かっていうと、別に何でもいいんですけど、俺 R15 しかわからないんだよね。だからすげーとか言えないんで、 R15 でやらせてください。いきます、スタート。10コアの16スレッドなんでマジで早いですね。ほら、この箱が16個ってことですよ。あ、終わった。2091CB、 久しぶりに2000とか見ましたね。いいですね、やはり早い。10コア16スレッドは伊達じゃないですね。最高です。 OK、 はい。そしたら FF14 ベンチやっていきましょう。設定はですね、最高品質ですね、仮想フルスクリーンモード OK、 12世代インテル Core i5-12600KF で RTX4060 VRAM が 8GB で、最高品質の仮想フルスクリーンモードフル HD のやつだね。いきます、スタート。はい、始まりました。 FF14 ベンチ GPU50°、 いい感じ。使用率 100%、VRAM の使用率が 3GB とかだね。全然余裕があるね。ほんで、ワット数がいいね。100前後。うん、省エネ。うちのね、これ結構さ、PC つけっぱなしだからね。いろんなことやるから。だからちょうどいいかもしれない。で、CPU の温度が100度。100度、やっぱちょっと CPU の温度高くなっちゃうね。乗っけてるだけだからなのかもしれないけどね。うん、それにしてもやっぱ CPU 高いね、温度が。やっぱね、P コア、E コア、どっちかがさ、強いコアなんだけど、それがやっぱ高いんだよね、温度がね。でも 60W なんだよね。ワッパーは悪くないんだけど、温度が高くなっちゃうんだな。それでメモリーは 9GB ぐらい使ってます。楽勝ですね、32GB 積んでるんで。で、FPS が80とか90とか。いいんじゃない？全然ゲームやる分には快適だよね。FPS ね。まあ何をもってね、快適っていうかなんですけど、とりあえずね、フル HD のモニターしか持ってない人は、4060はもう、あれなんじゃない？最上級品なんじゃない？フル HD 勢にとっては。うん。4060買えば間違いないんじゃない？新しいね、GPU ですしね。困ったら4060でいいんじゃないでしょうか。まあ3060っていう手もあったんだけど、なんかやっぱ、なんか新しいのがあってさ、古いの買うのもなんじゃない？うん。と思って4060にした感じ。ただそんだけ。あとやっぱこれかっこよかった、このギガバイトのエアロが。それだけ。ほんとそれだけ。ちょっと思ったのが、やっぱちょっと AK400 じゃちょっと微妙かなっていうの今出てきたね。うん、ちょっとなんかちょっと足らないかもね。冬場はいいにしろね、ちょっと夏場心配だよね。 AK400 だと CPU 冷やしきれないんじゃね。あとうるさそう、なんか音が。はい、出ました、21465、最高品質でですね、すっごいいいですね。ものすごくいいです。そんでやっぱ注目はワッパですよね。112ですよ、ワット数。110。平均110ぐらい。ワッパがいい。うん。これはいいね。うん。これはいい。ゲームをいっぱいやる人にとってはめちゃくちゃいい。いいっすね。はい。フル HD ならマジで十分。はい。そしたらね、実ゲーム行きましょう。まずは、フォートナイト。はい。フォートナイトプレイしていきまーす。設定はですね、このレンダリングモードをパフォーマンス。もうこれだけです。これだけ。パフォーマンスモードでやってみます。やべえ。FPS 見てみろよ。200超えてるぞ、おい。あのね、パフォーマンスモードでいいです。そんな、4060とかね、そういう人は。4090とかね、80とかはね、もっと考えて選べばいいけど。まあ、とりあえずパフォーマンスモードで、問題ないでしょ。ちょっとね、性能がね、低めのね、グラフィックボードは全部パフォーマンスモードが推奨です。それだけ。290fps ですよ。やばない？危ない危ない危ない。電車に轢かれるでしょ、これ。すごいよ。あ、まあ、死んじゃいましたけど、ジャンプして。まさかの。あのね、大丈夫。200fps は出ます。パフォーマンスモードでやってみて、4060。やっべえ出る。
まあ死んじゃったけどね、飛び降りてね。パフォーマンスモード推奨です。はい。パフォーマンスモードでやってみて。いいから。いいモードがあるんだから、フォートナイトはね。そんな感じ。フォートナイトは完璧にできる。あ、そしたらね、次はね、エペックス。アーペックスレジェンドやっていきましょう。アーペックスレジェンド。はい、エペックスレジェンドやっていきましょう。射撃訓練場です。設定は何も変えません。何も変えません。デフォルトです。FPS は144。144。144。144固定になってるのかな？ちょっと待ってね。まあ垂直動機無効だから別に固定にはなってないね。ちょっと144に固定になっちゃってるんだけど、垂直動機は無効にしたんだけどね。ちょっとよくわかんない。FPS が144固定になっちゃってます。わかりません。ただ144固定でできるってことだよ。要するに。裏を返せばね。綺麗でしょうか。4060で十分なんだよ。要するにさ、楽勝で144固定です。何やっても下がりません。ね、いい感じです。エーペックスはできます。楽勝ですね。じゃあ最後ね、ちょっとパルワールドやっていきましょう。はい、パルワールドやっていきましょう。設定変えます。プリセット中でいきましょうか。垂直動機オフにして。FPS 無制限で。うん、カスタムで、無制限で、FPS。で、垂直動機オフで。これで。ちょっと画像悪いね。もう一回ちょっと変えます。オプション。グラフィックス。ちょっと。中でやらせてください。中で。はい。これ中設定。あ。中設定で 120fps 出るね。結構中設定だと綺麗だね。ちょっと高設定にしてみようか。うん。高設定。はい、高設定です。あ。いいね。高設定で全然いけんじゃん。パンチ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 。まあ、最高画質じゃなくとも。これ最高画質でもできんじゃね？はい、最高品質ですね。プリセット。フルスクリーン。あ、大丈夫だ。やーべえ。フル HD なら全然最高品質で遊べます。120fps 出ます。いやいや、いいね。よくない ?4060。遊べる。パルワールド全然遊べます。いい感じで最高品質でできます。はい、今回ですね、うちのね、息子中1から中2にね、進級する息子に新しい PC を組んであげようってことでね、仮組みをして各種ね、ゲーム、ベンチ、いろんなことやってきましたけど、いいね、これいいね、これギガバイトのエアロ RTX4060、 これ最高。まあ、かっこいいし、うん、十分。フル HD のさ、モニターしか持ってないから、俺。マジで十分。そういう人には、これで。ほんと十分です。分からされました。そんで、パルワールドも全然 120fps でできるし、で、フォートナイトに限っては300近く、250とか全然できるし、で、Apex も144、なぜか固定になっちゃったけどできるし、できるしっていうか十分だよね。しばらくはね、このね、RTX4060 使いのインテルの i5-12600K、こいつ。図解の PC でやっていきたいと思います。ちょっとね、この AK400 で今冷やしてんだけど、これがちょっとかなーって感じ。ちょっとこれ変えようかなーって感じ。マザーボードもいい感じだしね。うちのね、これでね、息子も喜んでくれるんじゃないかと思います。そんでよくね、ツイッターとかで、この間ね、うちの息子中学校1年生4060で十分ですよねみたいなツイートしたらね、なんか羨ましいなとか、そんな金あんのとかさ、言われんだけど、本当にね、うち貧乏だから。これ真面目な話。全然金持ちじゃないし、全然お金もないし。本当に。貧乏だから、うち。間違いなく。はい。普通の一般家庭の中の下ぐらいですよ、中の下ぐらい。下ではないけどね。下かな。下の上か中の下ぐらい。でもね、いいんだって、そんぐらいで。好きなことさ、見つけてさ、やろうぜって感じ。別にお金じゃないと思うよ。すべて手に入ったら絶対楽しくないって。ものって。憧れてさ、欲しいなとかさ、それに向かって頑張ったりさ、やっぱ欲しいものがあるから頑張れたり、なんかいろいろ考えたりできるわけで、あとジャンクとかも使えるわけじゃん。全部が全部新品で買えてさ、一番いいもの、いいもの、いいもの、いいものになったら面白くないって絶対。買えないからさ、いいもの。ジャンク漁ってさ、集めてさ、やったんじゃん、PC とか。そんなで俺なんて。ほんと。マジで。
全然金なんかないから、そんな感じ。なんかちょっとツイートでさ、ツイッターでそういう風になってたから、なんか、羨ましいなとかと。いやいや、いやいや、無理して買ってみたいな。俺も無理してるんだから。と思ってなんか、ちょっと今ここでね、少し軽くこの息子の PC を組んだ、仮組みしてる時にちょっと言わせてもらいますけど、全然、うち貧乏で全然俺もお金なんかな。でもそれでも別に楽しいし、って感じでございます。それではまた。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンを押してもらいますと、ものすごく励みになります。また見てねー。